モカ太郎の動画。はい、皆さんこんばんは、モカ太郎です。よろしくお願いします。パソコンのね、反省会の動画作ってる途中にお腹が空いちゃってね、あ、ちょっとどんかつ食べたいなと思って食べに行きました。とりあえずね、4000だけやります。皆さんどんかつ食べたい、よし食わしてやろう。すいません。じゃあお腹が減ってる皆さんにどんかつを今からご馳走するから、ヒデじいさん本当に食べれるのか、いや、わかんない。それは3、2、1、ゴー。あ、間違った。あ、お願いします。そう、さっきね、プロゲーマーの PUGB のプレイの動画見てたら、なんかね、なんかちょこちょこ動きっぱなしだったんだよね。あれ、撃たれないようにだよね、多分。こうやってなんかちょこちょこ動いてたの。あれ、撃たれないようにだよね。それか、情緒不安定か、どっちかだよね。すごく上手い人でも、ドンカツを取る確率が 25% なんだって。25%。すごく低いよね。そうね、取れたって、おー、アンチ見てこれ、アンチ見てこれ。やばい。いい感じ。いいアンチ、いい感じ。それで、生ガキをね、船の上で、こう、漁師さんが取ってくれて、パカッて開けてくれてね、食べる機会があったんですよ。その時に、多分ね、前世岩ガキだったと思う、私。細胞一つ一つが拒否反応を起こして、ウェーってなっちゃったんだよね。そう、取れたての岩ガキを食べてダメっていうことは、まあ、前世が岩ガキか、もしくは、まあ、岩ガキだったか、どっちかだろうね。あれ、そういえば、ホロサイトをつけた銃、置いてっちゃったね。基本的に私、銃1個あれば、ドンカツできると思ってる人なんで、別に警察ベストとか、ヘルメットとか、取っても取んなくても、どっちでもいいんだよね。そう、プロゲーマーの人の動画見てたら、アンチとパルスの間の建物をすごい速さで漁ってた。で、ブーンって移動してた。すごいね。やっぱりなんか、普通の人と発想が違うっていうか、すごいよね。裏を書いてるというか。だいたいみんな中心行きたがるじゃん。行きたがるじゃん。だけど違うんだよね。余裕があるんだよね。でね、前回なんだっけ、PS4 のコントローラーではできないよって生配信中言っちゃったと思うんですけど、できます。できるみたい。知らなかった。ごめんなさい。そう、できるんだよね。後でやってみたいけど、やっぱ慣れてるデバイスでやった方が一番いいんだろうけどね。そう、なんかこうやって喋ってる時もこう、なんかちょこちょこしてたんだよね。プロゲーマーの人。何なんだろうね。撃たれないようにだろうね。じゃ、この黄色地点行ってみようか。ね。でね、弾が落ちてても全然拾わないの。自分の所有する銃以外の弾は拾わないで、そのままタッタッタッタって言ってた。プロの方は。すーごいよねー。すーごいよねー。そろそろ敵来てもいいよね。あ、これあれだ。VSS。VSS ね、私すごく苦手。バーンって撃った後に、なんか放物線描いて全然関係ないとこ行っちゃうんだよね。まだ私にはレベルが高い銃ですね。VSS。スナイパー自体は好きなんだけどね。これ難しいね、この VSS。モカ太郎のペット、犬、ペット犬、何歳になりますか？メス、オス、どちらですか？私の愛犬は、私の愛犬は、タッチね、タッチは、動物愛護施設が結構遠くにあって、そこから保護というか、講習を受けて譲っていただきました。だからね、厳密に何歳っていうのはわからないんだけど、当時ね、結構大きかったから、4歳ぐらいになるのかな。で、オスです。その飼うきっかけっていうのも、家族とね、
みんなで相談して全員で面倒を見ようって、まあ、正直ねうち の, あの親が結構年がいってて、そのワンちゃんを飼いたいんだけども自分らの寿命を考慮すると自分らが先に行っちゃうよっていうのを計算して犬飼いたいんだけど飼わないっていう考えだったみたいでね。だけど犬が欲しいなって言ってたから、じゃあいいよいいよって、私が面倒見るからみんなで飼おうよっつってね、だから私が飼い主っていう感じでみんなでワンちゃんを飼いました。ジジイさん、うちの猫も貯金してる。うん、なんかその方がいいらしいね。その繁殖させる目的がない場合は、うん、貯金しちゃった方が。甘えちゃん、うちの猫も貯金しました。ねえ、本当に増えるもんね。一回はらんじゃうとすごい生まれるもんね、猫も犬もね。そう、だから飼えなくて、里親探してたりとかっていう連絡も今も結構来ますもん。買いませんか買いませんか、困るんだったら去勢した方がいいよね。そうだから、昔の人はさ、その犬猫を去勢するなんて言うんだろう、歴史っていうかそういう文化がなかった、すごい昔の頃なんかね、こう生まれちゃったらなんか川に川になんかあれしちゃうとかさ、そういう話昔なんかすごい昔聞いたことあるもん。ええー、と思っちゃったけど、うん、人間のエゴでねそうなっちゃうから、買うときはちゃんと責任持ってね買った方が。私今国長だから、みんなテーブルと椅子に座ってるから、ホルモンちゃんも座って、今おしぼり出すか待って、水はセルフね、そこにあるから、ジュインジュインってやつジュインってやつあれ現在生存者20名だって、早くないかい。なんか喋ってたらみんな死んでく、話してる間にみんな死んでく。モカザップみたいです。ありがとうございます。ちょっとね、全然やってるんだけどね、新メニューとかもやってるんだけど、忙しくてさ、忙しくて動画作れないんですよ。すいませんね。でもやってるから大丈夫よ。続けてるから安心してね。はい、マクシー。生存者14名、ドロンチさん、PC 破壊動画見たいです。エアフロー考えて CPU クーラー買ってんのに、こう来たらここ、ね、はい、じゃあ。今ね、私が持ってるパソコン、デスクトップ、これ1台しか持ってなくて、そろそろ保険としてもう1台のパソコンを組めるぐらいのパーツが余り出したので、そろそろやってみっかっつって。それやってみかなーって。でも最近PC ケース移植した動画を結構出したので、カテゴリー別の動画もちょっと出して息抜きしたいなーなんて思っています。貼ってんね。芋ってんね。見えてるけど。あなた見えてるけど、芋ってんの見えてるけど。一滴なね、建物と。一滴なっつ。行っていいよ、一滴な。ほら。一滴な。あ、見てっから。私見てっから周り。行ってきなっつの。まいちゃん、その調子で頑張ってください。ありがとう。お、やべ。アンチ。やべ。何やってんだよ。何やってんだよ、おい。お、やべ。嘘でしょ。いや、こんな死に方やだって。こんな死に方やだよ。あぶねえ。よし、ちょっと回復しよう。見つかったかな今。おお。まだ絶対こんな死に方嫌だし。もうやってんね。パンパやってんね。現在9名。私は包帯を巻くことに集中しよう。私包帯巻いてるからみんなちょっといいやつで。包帯巻いてるから。おお、車。左から車。もう一名。目視。あそこにいるよ。あそこに一名。多分私には気づいてないかな。デジーさん、給与おめでとう。ありがとう。ありがとう。現在8名。あの一名が危ない。ちょっと周り見よう。登ってくる様子はない。裏はありえない。
ここの方動いてほしいな。行っていいよ、建物見てるから支援します。後方支援するんで行ってきてください。いいよいいよいいよ、行っていいよ。お、パルスパルス、おっぱ、パルス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 、おっぱパルス。ちょ待って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 、嘘だろ嘘だろ、ちょ待って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 、マジ死ぬじゃん、私死ぬじゃん、ちょ待って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 、マジ待って待って待ってって待ってって、落ち着けよマジで、落ち着けって、マジ落ち着けって、おおちょっと待って待って、これ腹っぱじゃん、私腹っぱじゃん、おマジやばやばくないこれ、やばくない、ちょ待って待って、走るわ走るわ走る走る、ちょ待って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 、マジマジマジ待って、おーちょっと待って待って待って、おちょ待って待って待って、こんな死に方ある、こんなおちょ待って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 、おかしいだろっつうの、おかしいだろっつうの、おいちょ待って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 、マジで、おいちょ待って待って、ほんと待ってくれよ、マジやめてくれよ、お撃たれんじゃん、私もうバレてんじゃん、バレてんじゃん、バレてんじゃん、あーちょっと待って、なんなんほんとに、あーバレてんじゃんほんとに、あー人人人人人人、あーちょっと待って待って、包帯巻かなくていいよ、包帯巻かなくていいよ、包帯巻かなくていい、巻かなくていいよ、あー銃、あーちょっと待って待って待って、どこで火持ってんね、火持ってんね、あいた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 、撃っていい撃っていい、葉っぱ邪魔、葉っぱ邪魔、ここにいるよ人、ここにいるよ人、あ葉っぱ邪魔、人いるって、しゃーね、グレネード投げてやっか、しゃーねしゃーね投げてやっか、うるっせいや、あれ出てあげるの、うっせいや、うっせいや、ういおいだめ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 、うえこれショットガンじゃない、これ5発充填ってことは、え、とかマップ見ようよ、あれー、あれ世間では夏休みなんだよね、世間っていうか学生さん、大学生とか小学生中学生はいいなー、夏休み、学生の時夏休みって言ったら何やってたかな、学生の時ってこうお金を使わない遊びをたくさんするじゃないですか、公園に行ってどんぐりを拾ったりさ、はたまた公園に行ってどんぐりを拾ったり、そういう遊びばっかりしてましたね、いいなあ夏休み、あそうだそうだ、花火大会も行った、学生の時浴衣着てさ、なんかこう近所のなんだあれそう幼馴染ね、近所の幼馴染の男の子がね当時いまして、その子とね何人かこう誘って行きましたね、そしたらね今でも忘れないたこ焼きのさ露天所あるじゃん、たこ焼きって旗が掲げられてる露天所、その後ろでねなんか知んないけどゴルフクラブを持ったちょっと怖いお兄ちゃんたちがね、なんか人なのか なんだかわかんないけど、なんかすんげえ殴ってガクガクして帰ったのを覚えてます多分なんかやってたんだろうな、スイングの練習でもやってたのかな、子供の頃の花火大会と大人になってから行く花火大会ってやっぱ感受性が違うんで、違った楽しみ方があっていいよね、このなんていうんだろう、地域性によってさ人ってやっぱ違うじゃん、こうどっちかっていうとこっちは田舎なんで自由っていうかなんて言えばいいんだろうな、のほほんのの ほ, ほのほほーんつってそういう感じなんですよ、そうだのほほんってこうゴルフクラブを持ってのほほんとなんかやってたんでしょうね、おーらーないやないやパーンないやヒデじいさん、そのプロゲーマーの人とコラボやろうぜ、多分ねサムネ見ただけで格が違うの分かるよ、500連勝中だって、とんかつ。連勝だよ、連勝。おぉ、人いた!バイーン、バイーン。ババ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 バ。ハハハハ。バババ。
あ、いいよ、先行ってよ、先行って、いいよ、先行っていいよ。なんでこう気づかないかね。もう行っちゃったよ、行っちゃったよ。ああ、行っちゃったよ。置いてかれちゃった。ヨッシーさん、モカタロさん、こんばんは。こんばんはこんばんは。こう一列に皆さん並んでるんで、あの椅子に座って、あの今おしぼり出しますから、どんかつ今作ってますからね。あ、うちどんかつしか扱ってないんで、あ、水はセルフでお願いします。あれ、アンチだいぶずれたんじゃない。おう、はっちゃん、もかたろうさん、こんばんは。こんばんはおわ、バカバカバカ、なんでどこから撃ってんの、なんで、なんで、なんで、どこから撃って、ど、な、どこから撃って、びっくりした、びっくりした。誰誰誰誰、はっちゃん、はっちゃん、誰今、はっちゃん、はっちゃんでしょ、撃ったの。はっちゃん待ってよ、ごめんごめんごめん、ちゃんと言うから。こんばん、おわ、シェッテイシェッテイ、